活動していくのかということなんですけれども、3つあります。まず世代間の機会の不平等や待遇の格差に関する研究や調査を行う。それからイベントの開催や各種メディアを活用した啓発活動を行う。3つ目が研究調査の結果や当事者の声を参考に行政に対する政策提言を行う。この3本柱でやっていきたいと思っています。でその行政に対する、政策提言なんですけども、実はもう結成前にすでに、これがきっかけで郵便局の検討を結成しようという話になったんですけれども、その結成した時のその政策提言のですね、様子をですね、ちょっとまとめた資料がありますので、それをご覧いただきながらですね、代表増山が、今回の状況についてお話をさせていただきたいと思いますので、写真を撮ります。プロジェクターの準備がありますので、その間は私がちょっとお話を、させていただきます。こちらの内閣官房就職氷河期待支援室への申し入れの記録という、こちらのペーパーがあると思いますけど、こちらをご覧いただきながら話をさせていただきたいと思いますけれども、はい。はい、我々はまず5つ提言項目を掲げました。1つ目が、特定求職者雇用開発助成金の適用範囲の拡大。これはいわゆるその非正規の方が同じ会社で、正社員になった場合に、今の現状の制度ですと、その場合に助成金が出るのかどうかというのがちょっと確認が取れない状況でありましたので、これについて問い立つということをしました。これは厚労省の担当なんですけども、これについては現在検討中だということでした。それからですね、2番目、生計費確保のための最低所得保障の導入と。これはですね、いわゆるその給付付き税額控除というような制度が議論されてますけれども、それに関する申し入れをさせていただきました。あとはちょっと時間があれば解説してさせていただきたいと思うんですけれども、ちょっと省略します。で3番目が、短時間正社員制度の創設。これはですね、病気や介護、育児等の理由により1日8時間の勤務が難しい求職者に正社員として雇用される機会を提供するために、短時間勤務の正社員の制度の創設を企業に義務付けることという、そういう要求をさせていただきました。それぞれですね、ちょっと補足いたします。こういった政策を、我々が考え、提言するきっかけとしましては、一度ロスジェネ世代を集めて、ベーシックインカムの映画を上映する機会を11月25日に持ちました。私自身は映画監督もやっておりまして、ベーシックインカムを一番苦しい世代からスタートしたい、もしくはシングルマザーであるとか、そういった状況の方からスタートしたいという思いがあって映画を作りまして、当事者世代シングルマザーのロストジェネレーションのお母さんが主人公の映画なんですけれども、その上映会をしたところ、今回役員に、なってくださった皆さん、参加して最初はお客さんとして来ていただいて、で打ち上げの席ですごく話が盛り上がりました。でまたその時に小島さんとは付き合いが古くなりまして、ロスジェネという鴨川出版社から出た本が2009年に、5冊出たんですね。その時の私は立ち上げからの編集委員を担当しておりまして、編集委員として取材者として小島さんを取材をいたしました。その時から継続してこの同世代のロストジェネレーション世代の問題に取り組み続けておられる姿を拝見しまして、その
就職氷河期世代の支援プログラムが内閣府に出たというのも、実は読売新聞さんで小島さんのことを取材しておられる記事で初めて私も知りました。そういった部屋ができているということは知らず、台風19号の被災者の方にベーシックインカム届けてほしいなと思って内閣府に行ったんですけれども、その時に、ちょうど読売新聞で小島さんの記事を見まして、あ、内閣府にこういった部署ができたのかと。ではせっかく内閣府まで来たので、担当者に会いに行こうと思って、その場で新聞を見て電話をしまして、そうしましたらの担当者の方が会ってくださいまして、それがこの五十嵐さんという担当の方なんですけれども、大変親切に対応してくださいまして、政府としてはこれから雇用の拡大、そして、就労ケースに合わせたさまざまな支援、このハローワークでのロストジェネレーション世代の窓口を作るとか、いろんなプログラムをお聞きしまして、で私どもとしては一度で対応を終えるのではなくて、何度か声を集めて届けるというような形で、こういった政府とも連携をしながら声を届けたいということをその場でお約束をしまして、ではそのイベントを集まった声をまたお届けしますねということで、今度は12月の10日に申し入れをする機会を持ちました。それがこの写真になりまして、今役員となってくれているメンバーと一緒に実際に内閣府の、就職氷河期世代支援推進室、内閣官房就職氷河期世代支援推進室に行きまして、最初30分だったかなって言われていたのが、蓋を開けたら1時間半近くすごくじっくりお話聞いてくださいまして、で私たちもちょっと熱が出てきまして、このままじゃ終わらないぞということになりました。またメディアの方からも同時に取材のご依頼をありがたいことに多数いただいておりまして、その中で当事者を紹介してくださいという機会が何度もありました。でその中で、うつ病、本日は用事があって来れないんですけれども、役員にもなっております、不破さん、不破さん、下の名前なんですか、不破さんはですね、うつ病を体験されて、そこから、不破徳彦さんという方なんですけれども、不破さんがうつ病を経験されながら毎日、派遣、日払いで働いておられるというお話をお聞きして、また不破さん自身がうつ病を経験された経験から、うつ病の支援、当事者の支援団体も作られて頑張っておられる姿を拝見しまして、ではこういった不破さんみたいな方々が、例えば正規雇用の枠が増えましたと言っても、活動が元気にできる時間というのがどうしても限られてしまうわけですよね。週に7日間は、週に5日間は働けない。ではこういう人たちはずっとこの支援から漏れてしまうんですかと思いがありまして、政府としては30万人正規雇用ということを言ってるんですけれども、そこに不破さんが入れないじゃないですか。これおかしいよねと。彼は特に悪いことをしたわけではなく、真面目に働きながらパワハラにあっていろんな子たちで病気と戦っているわけですけれど、それは彼のせいではないわけ で多くそういった何かのきっかけで、この大きな輪から安心できるところから外れてしまった方を救済する政策そのものがないよねということで、その場でアイラさんの取材をですね、受けた後にドドールだったっけな、ルノワールでお茶飲んでたんですよね。そこで思いついたんですよね。あれ、じゃあ短時間だけど正社員になれるような、そういった社会保障がきちんと保障された働き方ってないのかなと。そこで今回提言した、短時間正社員制度の創設ということを思い浮かびました。ですので今後も当事者の方の声を、お聞きしながら、この人を幸せにするためにはどういった政策が必要なのかなということを丁寧に拾い上げながら、それを内閣府にも、
内閣官房にも届け、また来週17日はすでに11時から11時半まで、厚生労働省さんからもお連絡ありまして、また対話の席があるんですけれども、こういった活動を継続的に続けていくことが必要だと思っております。また私も含めて加わるによると、支援要支援と固定されたもののうち 35.8% は同居家族が介護しているということになります。裏を返すと、要支援要介護と認定されたもののうち 64.2% は同居家族以外が介護しているということになります。またその中で、ごめんなさい、で、あなたは将来は 61% の確率で肉親の介護に関わるというデータなどもいただいております。今追加資料でプリントしましたので、後で配布をいたします。こういった自宅で介護されている方の時給などを換算する方法はないかということも考えてみました。例えばヘルパーさんに頼んだりする場合は、7割、8割などを国や自治体 の, 支援で立て替えて、実際には3割、2割、1割負担で済んでいるわけだと思うんですけれども、自宅介護の方の場合は、実はこの7割、8割の部分も、自分たちで負担しているというような状況があると思います。この、在宅介護に関しましては、何人当事者がいて、そして、どういった政策が必要なのかというデータそのものもないと思います。40歳から60歳までの引きこもりは61万人と言われてますが、在宅介護に携わっている方の人数というのはまだ統計が出ていません。こういったことに関しましても、国会の先生方の力もお借りしながら、実際どのぐらいの方々が対象となっているのかということも調べていきたいと思っております。また様々な雇用環境に応じた法律の整備ということなんですけれども、今タクシードライバーさんだとか、ひょっとしたら、AI や、自動運転によってなくなってしまうかもしれないですよね。また、銀行の窓口なども、8割の方が仕事が銀行員の方が今後なくなるというデータもございます。となると、何の仕事が残るのかということを同時に考えながら就労支援をしていかないと、一度正社員になったとしても、その会社そのものがなくなるかもしれません。そういった中で、未来を見据えた雇用のあり方を活動の中でも、考えていきたいと思っております。またこれは補足なんですけれども、この最低賃金に代わる最低保障所得の導入の中で、給付付き税額控除の仕組みを、こちらは小島さんが発案してくださって考えたんですが、年収300万円に満たない場合、そういった労働者に対しては、足りない分の、例えば2分の1を補填するような、税が返ってくるという考え方で、保障をするということを考えています。これは今、私は今ベーシックインカム学会という学会の、理事もやっているんですけれども、そういった先生方の中でも話題になっておりまして、こちらをそういった学会の先生方のお力もお借りしながら、実現する方法を考えていきたいなと思っております。よりもさらにですね、不安定極まりない芸術家業をやりながら2人の娘を現状育てております。大学の学費とか本当に大変な気がして怖いなと思いながら育てているんですが、だからこそ子育て世代のお母さん方にも、一緒に戦うというか、お声を集めていただいて、一緒にやっていきたいと思っています。そして私は先ほどありましたが、先生お話しされてましたが、子供を持ったりとか結婚とかができてない方もいるということを言われてましたが、自分自身が、諦めずに子供を育ててるんで、大変ではあるけど結構子供を育てるっていいものだし、だから今からでも
就職氷河期世代が結婚したり子供をしたり作ったり諦めなくていいように、バックアップしたいと思います。次は副代表です。自分の仕事とか、はい、はじめまして、諸星太と申します。今37歳になります。そうですね、大学はですね、実は海洋仙台町にありまして、ちょっと退学しまして、そのままブロックアウトしてしまったような、そんなあれでございまして、時代も時代でございましたので、なかなか、なんとか食いつないできた形でございまして、今はですね、もうこれも今というか結構前からなんですが、福祉分野の方で、働いています。施設とかですね、あるいは、今は重度の方の、訪問介護が、やっております。で、ただの令和の方の議員の方とは関係はないんですけれども、はい、でそうですね、そういう立場でございます。で、一時期児童、福祉の方にもおりまして、特別支援学級なんかでもやっておりました。そういった分野からですね、お力になればと思いまして、こちらも参加させていただいております。私は氷河期世代ユニオンという方でですね、10年間活動しておりまして、今回は松本さんの活動と合流をしまして、新しく、氷河期ユニオンということで、活動していこうというふうに、思っております。就職氷河期世代の問題、ようやく政治の、議論の対象になって、本当に嬉しく思っているんですけども、もう本当に時間がないと考えていまして、この問題をですね、なるべく早く解決しなければいけないという思いでですね、私もこれから、安倍首相の3年間というふうにおっしゃってますので、3年間なんとかその間に当事者の方々が救われるように、また同じような思いをするような世代が生まれてこないようにですね、活動していきたいというふうに思っております。ただ私は事務局ですので、事務的なことを主に担当するんですけれども、代表と、協力しながらやっていくというふうに思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。千葉で社会保険の事務所をやっております顧問の須貝です。事務所の名前はあけぼの事務所といいまして、社会保険の保守になったときに、皆さんの相談者とかのあけぼのになればいいなと思いまして作りました。今回就職氷河期の人の世代の人のあけぼのになればいいと思いまして、この会に参加しました。よろしくお願いします。重なりますがアクションいたします。こちらはロスジェネ食堂になります。今メディアの皆様からロスジェネ食堂って何ですかっていう問い合わせが殺到していまして、実はディティールも相談しながら作っているところではあるんですけれども、本日発表できる内容について申し上げます。1月24日の金曜日、18時から飯田橋のワイルドピッチといいます、普段はスポーツバーとして経営しているお店に場所を提供していただきます。こちら、また、入場は無料となります。誰もが1品以上食べ物か飲み物を頼んでいただく通常 の, カフェやレストランと同じ状況です。ただロスジェネ就職氷河期世代は無料で、無料で1品を頼むことができます。また、こちらの趣旨となりますが、ロスジェネ世代がつながりを取り戻し、愛のあるご飯を食べる時間を提供します。各自が作った、また作品や技術、それぞれ、例えば僕は同人誌作ってるんですけど、まだプロではないんですけど、とか、カメラ好きなんですけど、とか、もしくは手芸を作ってるんですけど、とか、まだ仕事にはなってないけれども、ご本人が大切にされてること、ご趣味であるとか、そういったものもぜひ持ち寄っていただいて、そういったそれぞれの個性を生かすあり方をその場で話しながら考えたりとかいう温かい輪を作りたいと思っております。ロスジェネ世代みんな傷ついております。ですので本当は自分っていうことも言えなかったんですよね。でもここなら言えるよっていうような温かい輪を作りたいと思います。またロスジェネ世代
内に仕事をあげたいという起業家の皆さんやビジネス会社をお持ちの皆さんなどもぜひ来ていただきたい。というのは私たちが無料でご飯を、施すだけではその次のアクションにはつながりません。ですので、次につながる場になることを願っております。またこちらの、住所があるんですけれども、ワイルドピッチのオーナー様が太っ腹で住所の、受け取り先として、名乗り上げていただきましたので、全国でその余っている食材ですとか、台風でちょっと形が潰れちゃったけどとか、何かそういった、廃棄されるような食材があったら提供していただいたら、それを大切にお料理したいなと思っております。また大変こちらも温かい申し入れがありまして、食材の提供を全国最大の、完全無農薬有機栽培組合の、ネットワークを持っておられる本物のオーガニック野菜を、箱舟組合様よりご提供いただけることになりました。こちらも昨日の朝3時ぐらいにチャットと電話で決まったんですけれども、分かったと、うちのもう大変農家さんも頑張って作ってるんだから、ただでなんか出すっていうのはなみたいな感じだったんですけど、いろいろ話して、確かにロスジェネがコンビニ食材ばっかりずっとやって一人で辛い中もう何十年もいるんだったら食べてほしいっていうことでご提供いただきまして、この場をお借りして箱舟組合様に感謝申し上げます。二児の母として、家事がままならない日多いけれども、それでもやっぱり愛を持ったご飯作ってきた立場から言って、やっぱり温かいそういう場がこの、ロスジェネ問題必要だなと思って、ロスジェネ食堂をぜひやりたいということを思っております。またこちらの箱舟組合様は、来週はですね、大阪駅での地下2階で、ナウカフェをオープンされるんですね。でまた神戸や、九州でも今後店舗オープンされる中で、ロスジェネ割というメニューを作ってくださるということも、提携が決まりまして、この詳しい内容につきましては追ってご報告できると思います。例えば地元の子どもたちの勉強を見てあげたら一食無料とか、何かそういったつながりを取り戻すメニューを考えているということです。長くなりましたが、こういった形でブースも設けながら、何かこういったコーナーをやってみたいという方がいらっしゃいましたら、ロスジェネはブースも無料ということですので、ぜひこのロスジェネ食堂参加していただけたらと思っております。あとは何かありますか。はい、ありがとうございました。今後についてはですね、そうですね、東京の方に配布していただくというような、そういう、リモートワーク的な活動をしてますけども、そういうこともやっていますので、今はそういうことができる時代ですので、地方の方もですね、ぜひご参加いただければというふうに思っています。で、もし会員があって増えてきましたらですね、少しちょっと、100人とか200人で一斉に公明センチをやるのはちょっと無理がありますので、少しこうエリアを分けていって、で各エリアで話し合ったことをまたまとめてというふうな形でやっていこうと思っていますので、ぜひ地方の方もですね、自分はちょっと地方だからこの活動に参加できないかなというふうに思わずにですね、ぜひ参加いただければというふうに思います。ちょっとまだできてないんですけど、ちょうどホームページの方でですね、会員の入会の申し込みもできるようになる予定ですのでですね、ぜひご検討いただければなというふうに思います。はい、ではですね、最後は質疑応答の時間、ちょっと長めに取らせていただきました。今日ちょっとマスコミの方非常にたくさん、来られてますので、ちょっと早いんですけども、多めに時間を取って質疑応答の時間をぜひ。そういったところがあればご一緒に来ていただければなという。はい、当事者として一緒に人生を取り戻したい人に来てほしいです。また今まで自分に価値がないんじゃないかとか、踏みにじられて自分なんかって思ってる方に諦めないでほしいという思いがあるので、一緒に、そういった方が人生を取り戻し、同じこと言ってますね。そうですね、そういった方に一歩を踏み出しながら一緒に頑張ろうと思っていける場にしていきたいので、
誰にも今まで言えなかったけどとかいうふうに一人で悩んでおられる方に来てほしいなと思っております。もう一点ね、女性の食堂は今後続けていく定期的に、はい、いつもこんな感じで次の予定が決まらないまま動いているので、今年何回やります何日ですとかいうのは言えないんですけれども、すでに他の地域からも参加したいと、行ってみたいという声を関西の方からもいただいてたりするので、定期的に地域も変えながらやっていきたいと思っています。また今回もこのキッチンがあって、普段食堂としてレストランとしてバーとしてやっている場があるからこういった活動ができるということがありますので、ワイルドピッチさんのように提携してロスデネ食堂を開催したいというような、あ、来てくださったんですね、大宮さん来てくださった、ありがとうありがとうございます、すいません抑えてしまいました。ではちょっとぜひ一言雨宮さんからも教えて一言いただきたいと思うんですが、ロスデネ食堂は今後提携して行いたいという全国の店舗さんも募集しながら全国で行っていきたいと考えております。ではそれでは文化放送のラジオに生で出ていて遅れてそこからも感じたんですけれども、私も今日初めて来たからよくわかんないんですよ。よくわかんないけど、まあ、氷河期ネットっていうのは、私も、75年生まれで、氷河期世代で、で、もう今月45歳になるんですね。でも45歳まで氷河期世代とかいると思ってなかったですし、やっと人生最盛期大世代と、去年名付けられるのも手遅れだという気持ちがすごくあるので、とにかく当事者が発信していかないと、どんどんやっぱり若者じゃなくなって中年になった途端にやっぱものすごい行動もなくなるし、自己責任感もすごく強くなったって感じているので、まあ、このまま忘れられてしまうのが一番こう不本意なので、この活動はすごく嬉しく、結成されたことが嬉しく思って、まあ、今日はぜひ行きたいと思って来ましたということです。以上です。ありがとうございます。あと写真を撮らせていただきたいと思います。他に質問ありますか。作家の玉井あかりさんでした、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。報道していただいたおかげもあり全国から、声が届いております。この声を社会に届けて変えていくために頑張ります。頑張ります。ありがとうございます。世代当事者全国ネットワークの代表を務めさせていただいております、増山玲奈と申します。この会を結成するにあたって、この30年間、これを読めばいいですね、はい、新卒時の厳しい雇用状況により不本意な就労を余儀なくされたこの就職氷河期世代、正規非正規を問わず過酷な労働の中を生き抜いてきた就職氷河期世代は現在30代から40代後半の世代に達しております。その数1700万人と言われています。これは有権者の6分の1になるにもかかわらず、今までこの声がなかなか世間に届ける機会がございませんでした。ですので私たちは全国のこの当事者の声を代弁する形で、省庁に交渉に行きましたり、また、食堂を行って温かい食事や愛情のある時間を感じていただける場を提供させていただいたり、また今日も本日もご来賓で来ていただきました、片山先生をはじめ国会議員の皆様に力をお借りしながらこの声を、国会にも届けて、変えていく力となっていきたいと考えております。今更遅い、もう10年だしという諦めの声がありますけれども、その声を払いのけてですね、奪われてきた人生をこれから取り戻すんだという思いで、頑張ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。いただきます。私、参議院議員の片山大輔と申します。
私は今回松山さんとか小島さんにちょっとご招待を受けたのは去年の秋 の、 臨時国会予算委員会テレビ入りだったんですが、その時に就職氷河期世代について質問させていただいたことがきっかけでした。で、その時に安倍総理にいろいろと聞いて最近の予算委員会でこれだけその就職氷河期世代についてじっくり聞いたケースがやっぱなかったので、やはり皆さん注目していただいたのかなというふうに思っています。で、私は実は就職氷河期世代ではないんです。私はね、1992年に大学を卒業して、NHK に入ったんですけども、で就職氷河期世代、俗に言うと、1993年から2004年頃までに大学や高校を卒業した人たちなんで、ちょうど私はギリギリ就職氷河期世代にならなくて、売り手市場で就職できたものなんです。で、私の2年後輩とか3年後輩で優秀な人たちがたくさんやっぱり就職できなかった。当時でみんな今でもその塾でつなぎとなめ、なんとか食いつないでとかですね、そういうことで苦しんでいる人たちが多くて、だからその年代によってそのこうした就職においてのこういう違いが出るというのは本当に不公平だと思って、だからこの私は政治家に4年前に参議院議員になったんですけど、やはり今回のこの就職氷河期世代、国が本格的な支援を打つというのであれば、ぜひこれを実現させてもらいたい、その思いで私は質問したという経緯があります。それで、その就職氷河期世代、今回去年その官邸の方で、政府の方で骨太の方針の中に盛り込まれたことがきっかけで本格的支援を打ち出すことになりました。だけれども、その打ち出した背景には、今のその就職氷河期世代の人たちがこのまま年を重ねて高齢者になった時に社会保障の面で無年金の人が発生するんじゃないかだとか、今労働力人口が減ってきているからなんとかその人たちも働いてもらいたいだとか、なんか正面からそのこの世代の人たちを救おうというよりも、サイドからやっぱこの人たちに なんとか、社会復帰や労働市場に戻ってほしいだとかっていうのは見え隠れしてるんで、私はそうじゃなくて、この人たちの15年とか20年とか経ったこの人たちの苦しみをもっと分かった政策をしていかなければいけないんじゃないかなというふうに思っています。それで今回政府が打ち出したのは3年間で650億円の支援を行うというふうに言って、これもね、かなり謳い文句にしています。ただこれ、新年度の予算でこれからその、650億円の中身いろいろと審議していくんですけれども、見てみると既存の政策のものがとてもいいんですね。新規の政策のものっていうのは、私ちょっとこう当初予算いろいろ見てみると、新規のものだと事業規模で100億円くらいなんですよ。でそうするとあとはね、その既存の政策をそのまま延長したりだとか、あとは就職氷河期世代以外の人たちも対象にしていたりとかですね、本当にこの就職氷河期世代の人たちに光当ててるのかなと思うところも若干あります。これまでもそのいろんな政策はやってきたんですけど、あまり功を奏してない、成果を上げてなかったのに既存の政策の延長だけでいいのかっていう問題は私あると思うんですね。ですから新規の政策をもっときちんと増やしていくこと、そしてこれが本当に効果が出るものであるかどうかをきちんと実証しながら検証しながらやっていくことが大切だと思いますし、それから特に今回はね、これだけ本格的な支援をやるんであれば、長い間無業だった人だとか、そして引きこもりになっている人たちだとか、こういう人たちにどこまで本当に手を差し伸べられるかが大切だと思っています。だからそれを我々、私一人の国会議員の立場としても、国会の場で、委員会の場で、さまざまな場で政府に話をしながら、ぜひ政府がそういう政策やってもらえるようにね、政府と話をしていきたいなというふうに思っていますし、でやはりこの苦しんでいる人たちがね、やはり生活困窮から抜け出す、そして結婚まだできてない人もいます、それから子供を産めまだ作れていない人たちもいます。こういう人たちが生活の困窮から出して結婚やできて、そして将来的にも十分な年金が受け取れるようになるような政策をやるんであれば、そこまで見据えた政策をこれから国はしっかりやっていかなければいけないと思いますし、そのために私の一人国会議員として頑張っていきたいと思います。今日はもう結成集会ということですので、国民的な議論の中でこの世代の人たちが
大いにこれから活躍できるようなそういうような、まあ、社会を作っていくように皆さんも協力していただければと思います。今日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。立憲民主党、吉川総理委員からメッセージをいただいておりますので、読み上げさせていただきます。はい、氷河期限定結成集会の正解、誠におめでとうございます。私は参議院議員として2007年の初当選、初質問時から就職氷河期世代の一人としてこの世代に政治の光をと12年間一貫して訴え続けてきた唯一の国会議員です。この間、氷河期限定の中心メンバーである私は事務局ですので、代表は増山さんとなります。はい、連絡が私だったので小島さんと言っていただいたと思うんですけども、小島さんとともに超党派で、就職活動のあり方を提起する院内集会を開くなどの活動もしてきました。自己責任の名のもとに当時一切政治の光が当たることのなかった就職氷河期世代の問題が12年間国会で地道に訴え続けた結果、ようやくクローズアップされるようにはなりました。しかしながらここからが本当の正念場とも言えます。政治の光を必要としている当事者に届くよう施策の在り方、方向性をチェックしていかなければならないのです。私は就職氷河期真っ只中に就職活動を経験しましたが、偶然にも運と縁と巡り合わせに恵まれただけということを強烈に自覚しています。だからこそ2007年30歳で国会に議席を預かって以降、同じ思いで取り組み続けることができたのだと思います。私にとって就職氷河期世代の問題はライフワークでもあり、政策課題です。これからも国会で訴え続けていくとの強い決意をとともに、氷河期限定結成集会に寄せてのメッセージとさせていただきます。2020年1月10日、参議院議員吉川沙織と、吉川総理議員からメッセージをいただきました。ありがとうございました。はい、今日は秘書の方にもお越しいただいてます。どうもありがとうございます。はい、渡辺照子さん、よろしければ一言。皆様、こんにちは。ご紹介いただかれました、令和新選組の渡辺照子と申します。ご紹介いただきましたように、昨年の夏、参議院全国比例区から出馬をいたしました。その時に、令和新選組として掲げたポリシーというのが、庶民による庶民のための政治ということでございますが、これは取りも直さず、今回形成された就職氷河期の方々を含めた、まさに当事者による当事者のための政治ということに他なりません。実はですね、私の息子、この今月39歳、まさにロスジェネ世代なんですね。で、ロスジェネということだけではなくてですね、私シングルマザーでございますが、本当に貧困の世代間連鎖ということも影響しておりまして、私も元派遣労働者でしたが、私の息子もですね、なかなか正社員の職に就くことができずに派遣労働者として職を転々としております。この派遣というのは3年ごとに働く場を変えなければいけないという法律に2015年大幅に派遣法が改悪されてしまってなった状況でございますが、その大きな雇用改正改悪の中の渦にロスジェネ世代の方々が本当に多数巻き込まれているんだと思います。ということはですね、私や私の息子のような問題は決して個人的な問題ではございません。これは広く社会的な問題だというふうに強く認識しております。先ほども結成の提言としておっしゃられたように、自己責任ということが強く今問われておりますが、政治家が自ら自己責任を言うということは、これは政治家が本来の責務を放棄したということに私は他ならないと思っております。たまたま生まれた時代が就職氷河期であったというだけで、就職戦線において非常に厳しい局面に立たされ、大学卒業、高校卒業、いわゆる日本は
新卒プレミアムということがありますけれども、その段階で大企業の正社員に就くことができなければその後の職歴というのが非常に厳しい。一回派遣労働者になったら次に正社員になることは極めて難しいという、こういったこのやり直しの効かない硬直した雇用状況っていうのが本当に何とかしたい。でその硬直した雇用状況の最大の犠牲者が就職氷河期の方々ってあったのではないかというふうに思っております。厚生労働省が行っている労働政策審議会、これは本来 ILO が決めている三者構成に基づいて行われるものですが、三者構成というのはご存知のように、企業側、使用者側、そして労働者側、労働組合で、その間の、効率な、学識研修者の方々、この三者によって構成される中でですね、雇用法制をどういうふうに構築するかということが話し合われるということが ILO でも決められていますが、この間ですね、そういった三者構成でも決められている労働政策審議会以外の審議機関、諮問機関において雇用法制が大幅に決められてしまっている、変えられてしまっているという状況があります。労働政策審議会の中でも大手の企業のを母体とする、労働組合の代表の方々しか、その山積が可能ではないということになると、こういったロスジェネの方々、非正規である未組織労働者である方々の声は一体どこに届けられるのかということを常々考えておりましたが、今回増山さん方皆さんのご尽力によってやっととうとう素晴らしい当事者による当事者のための団体ができたんだというふうに思っておりまして、私は今回のこの決戦非常に意義深いものだと思っております。令和新選組もこの間おかげさまで多くの方々の支持を得ましたが、その中のほとんどがやはり非正規労働者、ワーキングプア、そしてロスジェネの方々です。そういった方々の当事者の声をいかに具体的に実効性あるものにして政策に反映していくか、これは我が党の大きな課題の一つでもございますので、今回の皆さん方の取り組み本当に敬服しております。一緒に取り組まさせていただきたいと思っております。今回本当におめでとうございます。ありがとうございます。